こんにちは、キコです。今日もいいんだったらお届けします。お久しぶりの動画なんですよねなんかバタバタしちゃってすいません。今インドの方は結構雨が多くて、雨季なので外でね、なかなかちょっと雨が多くて、家の前がね、湖みたいになっちゃってますね。見えるかな、映る？湖になってます。あそことかはいつもは何て言うんですかね、普通の草原みたいな感じなんですけど、湖、うん、まあこれもね、前向きに捉えて湖の中にある家みたいな感じでね、楽しんでますバオみたいだけど今日はいや、なんかこの間さ、私、まあ、いつもヤギ見てくださいって言ってると思うんですけど、ヤギ見てっていうのは自分が和むことやってくださいってことですかね。なんかすごいみんな真面目だなと思って、動物園にヤギを見に行きましたとか、ヤギがいませんみたいな、ヤギって例えですからね。皆さんもうちょっと柔軟にお願いします。どういうものに和むか、自分にとって和むものは何かっていうのを自分で見つけて、それをやってくださいっていうことなんですよね。私はそれを、まあ、ヤギであったり、なんていうのかな、ヤシの木であったり、最近だとさ、もうさ、こうやって外の草原みたいなとこはほら湖になっちゃったからヤギも来れないんですよ、牛ですね。最近は牛でやってたりとか、あとはね、最近 YouTube の動画とか見てるかな。なんかこうちょっと和む、オリエンタルラジオの、なんだっけ、レディオフィッシュだっけ、じゃあレディオフィッシュだっけ、結構好きでいうのを見たり、なんだろう、世界の終わりとか好きだから、ああいう動画見たりとか、だから和むことをやってくださいっていうことだから、別にそういう形にとらわれないでほしいってことですね。どんなことも形にとらわれないでやっていった方がいいと思います。結局さ、この人がやってるから同じようにやらなくちゃいけないのかなって思うと思うけど、そうじゃなくて、自分にとってはどうかなとか、自分のやりやすいようなものを自分にしっくりくる形でやっていくのがやり方なんですよね。だからいくらでもアレンジしちゃった方がいいっていうことなんですね。でこれはね、何かっていうとね、例えば食べ物とかもそうかな、私ジャンクフード大好き人間なんですよね。小さい頃から駄菓子が大好きでね、なんていうんですかね、何の駄菓子が、もううまい棒ですね。うまい棒が栄養でしたからとんでもないよね、うまい棒、なんだか知んないけど、お菓子、味の濃いものが好きだったんですよね。うまい棒とか、何でしたっけ、ラーメンみたいなやつとかさ、10円のパンチの、こうパンチの絵のなんかラーメンとかさ、あったよね、ああいうソース味みたいなやつとか、とにかくジャンクフードが今でも好きなんですよね。まあ別になくたっていいんだけど、今でもカップラーメンとか、何ですかね、インドでも結構食べるしね、カップラーメン、1週間のうち3回ぐらい食べるんじゃないかな。なんかカップラーメンっていうよりもインスタントラーメンみたいなの、いろんな味、塩味にしたり味噌味にしたり醤油味にしたりっていうのを食べて、みんなでうめえなんて言って子供たちとやってますし、これなんか一見するとなんかこう体にいいものとかさ、オーガニックフードとかさ、なんだろう、なんか言うじゃない。だけどそういうの全然気にしてないんですよね。前は気にしてたり、玄米食がいいと思ってたんだけど、本当に、まあ、こういうことが分かってからは、結構自分にとってはどうかっていうのがさ、他の人と違うっていうことが分かってきたんですよね。でこういう食べ物だとすると、こういうジャンクフードを食べて、要は結構上がりやすいんですよ。私とかだと多分ちょっと浮きやすいから、グラウンディングするんですよね、ああいうジャンクで多分ジャンクフードでグランディングだ、誰かの書き込み見た時に、だからかって思ったんですよ。だからかと思って、だから何でグランディングしてるかなんて分かんないから、だから波動がちょっと上がりやすい人が、ああいうオーガニックとかさ、ああいうのばっか食べてたら、もう浮いて浮いてしょうがないみたいな感じだから、ちょっと地球にいるわけだから、バランス取ったりしてると思うんですね。そうだから、こう一般的にいいものとか、
その人にとっては良くても自分にとっては違うっていうことがたくさんあるっていうことなんですよね。あのコカ・コーラとかもさ、骨溶けるとか言ってさ、骨が溶けますって思いながら飲んでたら溶けるのかもしれないけど、うめえみたいな思ってると栄養になっちゃうんですよねだから結構飲むし、うん、子供たちもまあ結構飲んだりして、まあなんていうのかな、あんまり気にしすぎない方がいいっていう感じかな。もうさ、気にしたらキリがないし、でね、あとこれが結構あるんだけど、跳ね返すというかさ、人間って結構強いんですよね。もともと、まあ私例えばこうなんていうのかな、エーテルコードカット浄化してくださいとか言うじゃないですか。こういうのもまあ一応やった方がいいとは思うんだけど、必ずじゃないってことですね。忘れちゃっても全然いいんですよ。気がついた時やればいいしっていう感じの、それぐらいなんですね。なんでかっていうと、日常もつながっちゃうんですよ。つながっちゃうから、必ずやらなくちゃ、あ忘れちゃったってさ、忘れたことを気にするっていうことよりも、日常結構跳ね返してる。いつも私たちは無意識でつながったりしてるから、なんて言うんだろう、つながってるっていうことも気づかないで つながっちゃう、気づかずにつながるプラス、あらら大丈夫かしらバイクで開けたね。そう、気づかないうちにつながって、気づかないうちに跳ね返したり切ったりしてるってことなんですよ。これをね、日常ねやってるから、別に意識して必ずやらなければいけないとか、あやり忘れちゃったとかさ、これ食べちゃったとか、そうやって思う気持ちが罪悪感になって、要は体調崩したりするな。タバコがいけないとかさ、いけないと思って吸ってたらいけなくなるよねって、体調を崩すって思ってたら、なんかそう、意図なんですよね。意図がすごい大事で、意図が現実になってるってことなのですね。こうだって自分が思い込んでるものが現実になるっていうだけだから、じゃあ何かね、甘いもの食べたいと思った時に、食べちゃいけないっていう罪悪感持ちながら食べてたら、そりゃ太ったりするかもしれないけど、おいしいおいしい、うめうめみたいになってるとさ、すごい満足するから、それでもう食べたくなくなったりするんですよなんかそういう感じの、なんていうのかな、今思っている自分のなんて気持ちとか感情とかっていうのは、それを大事にしてあげるといいね。それが人それぞれ違うってことなんですね、ここがね、本当になんていうんだろう、地球っていうのはやっぱり形にとらわれることがすごい多いからね。この人がやってるからいいんじゃないかとか、これはこうやって言ってるから悪いんじゃないかとかね、いい悪いっていう感じの判断が多いし、それがその人にとってはそうなんだけど、自分にとっては違うっていうことがたくさんあるっていうことなんですね。だからさっきの言ったヤギだって、私にとってはヤギが良くても、なんていうの、ヤギ見てあとそのリラックスしたりぼーっとするっていうのがさ、分かんない人だっているんですよ。だからその中、私今まで会ったことは何人かいるんだけど、ぼーっとするのが分かんないっていう人がいて、でその人にとっては何をしてる時が、じゃあ何て言うのかな、無になってたり何も考えないのは何ですかって言ったら、エアロビクスを踊ってる時って言ってたんですよね。だからこの人にとってはぼーっとしてるヤギがエアロビなんですよ。そういう感じ。だから自分にとっては何かっていう、そこだけ見ていただいたら方がいいかな。結構動物はね、本当に何だろう、今牛も鳴いちゃったけど泣きたい時に泣いたりするじゃないですか。もう全然何ていうのかな、自分勝手に生きてるから、それがやっぱ和むから、犬とか猫とかさ、虫とか、何ですかね、蛇とかヤギとか、何かとにかく、猿とかでもいいんだけど、動物は結構和むんじゃないかと思います。そう、ここね結構ね大事なんですよ。で自分の感覚に全ての答えがあるから、誰かがやった方がいいことが自分にとっては必要ないっていうこともたくさんあるっていうことなんですね。今さ、ちょっと統合のワークとかまとめてるんですけど、統合のワークの中でさ、すごい面白いなと思ったんですけど、私がさ、バシャールのブロック解除を出してると思う、私のじゃないんだけどね、バシャールのなんかワークショップかなんかでやってたやつで分かりやすかったなと思って出してるんだけど、あれで、自分流にアレンジしてるっていう人がものすごい多かったのね。
あれだけじゃなくてね、まあ、統合のワークも自分流にアレンジしてるっていう人がすごく多くて、私も本当に嬉しかったのは、もう原型とどめてないっていう人がいたんですよね。これ何かっていうと、本当宇宙人だなって思うんだけど、自分の感覚で自分流にアレンジできちゃうし、これが要はクリエイティブなことであって楽しいことなんですよ。自分流になって自分がしっくりくるところまで突き詰めていくといいっていうのかな。うん、だから自分の人ってなんかめんどくさいのなとか違和感があるってことは、ちょっともうちょっとあのめんどくさいなっていうのがあるってことは、そぎ落としていいし、他のやり方がいいのかもしれないし、うん、あとはだからどん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 自分のやりやすいやり方を、模索していくと、それがこう自分の形になってオリジナルになっていくってことだから、自分のフィルターを通すことによって形が変わるっていうことなんですよね。それが形が変わっていいし、それがクリエイティブなことっていうか、あのことなんですよね。だから私結構こう講座の中で、講座をね、自分流にアレンジしていいよってみんなに言ってるんですね。でアレンジあのになるのが自然なことだと思ってるんですよ、うん、私の形がさ、絶対それをやってくださいってもしやってたら、その人の違和感とかね、あのもっとこういう風にした方がいいんじゃないかって思ってるものが消えちゃうじゃないですか。その感覚を本当にこう、その感覚こそ新しいもっといいものをさ、要はその人がお客さんに提供できたりするって思ってるから、これが本当自由であって、なんていうのかな、自分の感覚に対して、楽しさが出てくるとこだと思うね、うん。だからさ、自分にとってのその感覚っていうのが、あのみんなそれぞれ違うし、あの自分にとってのその感覚が面白いんですよ。本当に面白い。自分のフィルターを通すことによって、それがさ、化学反応みたいなのが起きて、私もそれを見るのが楽しいし、みんながそれぞれの、なんていうのかな、自分の感覚に沿って生きる、自分の感覚に沿ってアレンジするっていうのかな、やると一つのことが100通りになるみたいな、それぞれの世界観を表現するから、それが本当に最高に楽しいし、これがなんか宇宙の自由なのかなって思ってるんですね。だから形に本当とらわれないでほしいっていうのをあの思いました。ヤギでヤギ見たっていいよ、うん、私にとってヤギだけど、誰かにとっては豚かもしれないし、誰かにとっては子供かもしれないしっていう、あのそのちょっと臨機応変さかな。臨機応変さっていうのは、地球の中だとダメだって言われてきて生きてたりするから、うん、なんかアレンジすぐ聞かせるとさ、なんかいけないことのような感じで、アレンジしないでくださいとかさ言われがちですけど、逆なんですよね。それこそ自分のカラー、それこそ自分のオリジナリティであって、アイデンティティであって、自分の感覚であって、それこそ自分の魂かもしれないね。なんかいいこと言ったね今魂すいません。そう、まあそんな感じです。まあ、ご自身の感覚っていうのを本当に大事にしてください。人が言ってることをやっぱりこうそのまんま鵜呑みにする時代終わりにましたからね。はい、終わりましたよ。もう自分の感覚に沿って生きるっていう時だから、みんながこうレモンを見てレモンって思うじゃないですか。でもこれがみかんって思ったらもうみかんなんですよね。自分にとってはね、みかんだって思ったらみかんだって思ってください。そういう感じ。どう見たってレモンなのにみかんって言ってる人が正しいんですよ。そういう感じ、はい、自分の感覚がそれだったらそれを信じてくださいっていうことですから、はい、まあなんかね気づいたらいいなと思って出しました。ではまた出します。